さあ皆さん、えー、新たなゲーム、えー、やってみようと思います。えー、デッドバイ・デイライト、す、え、で、ー、にファンの方には、えー、ファンの方の中にはですね、あデッドバイ・デイライトぜひやってくださいという方が何人かいらしたんですけど、あのー、先に言っておきます。これ僕ね、何にも分かりません。現状。で、あのー、まずチュートリアルからとりあえずやってみて、 でねその YouTube とかと違って、この DVD を好きな人がこれを見に来てるわけではないと思いますから、まあ、ファンの方、何も分かんないよっていう人いらっしゃると思うんで、そのルールとかね。でとりあえず、チュートリアルやってみて、で、まあ本番行こうかなと思ってます。で、これ、あの非常にあのグロいです。あの音も怖いし、えっとグロテスクな表現とか、えー、ありますんで、そういうのが苦手だよって方はね、あの遠慮していって。 い,ただい,た方がいいいいたただがかと思われますでそれでは行ってまいりましょう。チュートリアル。えなんかね、殺人鬼は難しいらしいんだよね。なんで、生存者の方で。え始まっちゃった。<laughs> さあ。なんでしょう。なんか。 もうおじさんなんなすかね最近のゲームってすごい難しくて、まあ、例えばフォートナイトとかあもう始まったな苦手なんですけどこれできくかな切り絵ようこそデートバイデイライトは4人までの生存者と1人の猟奇的な殺人機、えー、が試練をプレイする非対照的なゲームです生存者の目的は試練から生きて脱出することですはいおいメガネじゃねえかい、えー、発電機を修理しろ これですか発電機 R1 で修理はい謎のノート私が調べたところによるとこの奇妙な機械が生き延べるための鍵になるこれが光を発するほど自由が近づいてくるなるほど、えー、試練からの脱出 えー、画面左下の情報に注目しましょう、はいえー。最後の発電機が修理されると、スイッチが起動し、脱出ゲートを開くことが可能となります、えー。特殊な条件を除けば、対戦では修理すべき発電機は全部で5台あります。ちょっと日本語難しいね、これ。<laughs> えということ ?5 台の発電機を直せば、えー、出口を開くためのスイッチが起動するよってことかな、はい で、左下に出てますね。見つけろ出口。もう出口があるのかなえ <laughs> まぁ、正解感かっこいいけどね。闇属性感ありますよね。見つけろ出口。あ,あこれでカメラを、えー、動かすんですね。はいはい。こいつ正面、正面の顔が見たいな。顔。あ <laughs> <laughs> ああ、見せてくださいよ。<laughs> 絶対ずれちゃうな。あ、いや。これだろ。謎のノート。このスイッチを起動するには発電機を修理するしかない。スイッチを入れるとどうなるんだろう。え発電機修理したんじゃないの今。走れないのこれ、そして。走れ。あが <laughs> しゃがめた <laughs> は。あ、走れんじゃん。 え、これか。R1、うん ?L1 か。左手の比重が大きいな。圧電機修理しただろうよ。えしたよね。脱出ゲートを開いて脱出しろ。これだろあ、R1 か。ええ、戻、<laughs> 戻ん戻っちゃうのか。 押しっぱなしにしとかないとあ,あなるほど、なるほど。これ水溜たまったら開くよとはいはい。音がいちいち怖い。あっ、顔 <laughs> 顔顔,顔見して顔。なんだよ。絶対見してくんねえな。おお、開いた。こっちはさすがに狭いか。さすがに狭いですね。うんと。 脱出ゲートヒあ脱出。スキルチェック。え、今のはいいの脱出したの、えー、スキルチェック、えー。特定の行動についてはスキルチェックが発生する場合があります、えー。試練を生き延びるにはチームワークと技量の両方が必要になります。チームワーク、えー。スキルチェックのタイミングを外し続けると生き残ることはより困難になるでしょう。スキルチェックが何かを教えてくるんなきゃ。ね。ね,えね,えねえ。ね。ね <laughs>。 <laughs> スキルチェック何ですかあっ選挙修理しろ R1 はいえっおいスキルチェック失敗スキルチェックの失敗はその時点で行っている行動の進行を起こらせるとともにあなたの居場所が殺人鬼に通知されますスキルチェックの発動を知らせる音に耳を傾けましょうどういうこと今のは失敗だよね 今失敗してボーンってなってその音が殺人鬼に聞かれますよってことええあっちょっと待って大体分かったよあの丸の中にあるなんかセーフエリアみたいなとこで要はボタン押せってことだろ押しただろよ マジで来い来い来ないこ、<来>い <laughs> あそっか L1 か丸押してた <laughs> <laughs> オッケーさっきと場所違ったなオッケー入りあいおっしゃグッドプラス50いやむずこ来い うわなんだよ。こんなんできる同い年の人。37歳の方。はい。おーし。うーわ。難しい。修理めっちゃ遅いじゃん。お願いしますよ。はい。オッケー。なるほど。本番中もこれが。 修理中に来るわけだな、この試練が。はい。おーい、クレイト、来た、プラス300。あの数字は何なんですかそういう説明は一切ないですね。よし。んで見つけろ出口の殺人鬼。 えー、できるだけ多くの生存者を生贄にすることを唯一の目的とした凶悪な殺人鬼が、えー、試練におけるあなたの生存を妨害しようとします利用できるあらゆるものを駆使して殺人鬼を避けましょう脅威範囲の心音に耳を傾けることで殺人鬼が近くにいることを察知できる場合がありますちょっと日本語が難しいなこれ脅威範囲の心音に耳を傾けることで <laughs> 何回読んでもわからん あ,そのあ、このドクンドクンっていう音で、殺人鬼が近くにいるかどうかが分かるっていうことか。おうん。利用できるあらゆるものを駆使して。ああ待って、待って。これはいいのおうん。これ柵なんだ。へいへい。ああ、危ない。へいへい、カモン。ああ、危ない、危ない、危ない。なるほど。今は来れないだね。 超怖いんですけど。長いだろ、これ。警察電話しろ。んで殺人鬼の脅威範囲から脱出しろ。あ、えなんか変化あんの音楽が変わった。心音は鳴ってるね。ドクンドクン。えどうすりゃいいんだ 大胆 <laughs> 大胆プラスな隠密。多くの場合、隠密は、えー、殺人鬼に自分の存在を気づかせないための最善の方法となります。殺人鬼から身を隠し続けながらしゃがんで静かに移動しましょうし。さっきやったな、これか。殺人鬼の小屋に入れ。マジっすかどこっすかえー、カラス。 ブラックスト・クローズがいるなえ殺人鬼の子屋どこにあんのえ乗り越える <laughs> うーんうんうんうん <laughs> あ、まあびくしたキズマークと野生動物霧の中を走ると赤いキズマークが残り野生動物を警戒させ殺人鬼に居場所を知られる手がかりとなります 走んなってことええちょっと待って。ああ、福祥。<laughs> カラスか。ああ、福祥。えーと、しゃがみだよな。走っちゃダメなんだよな。はい。しゃがんで、公園に入りました。んでえー、地下室の階段。サバイバルに必要な動画見つかるかもしれない。うん。いやー、怖い。 めっちゃ血ついてるんですけど殺人鬼から隠れる残念ながら地下室は生存者が捕まりやすい非常に危険な場所でもあります隠れるちょ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 シンがシンがシンこれ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 入る入れるだろ。れこれこれこえ？え？え？これ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 こ 謎のノート人生がまだ自分あっ <laughs> いやー処刑をク殺人鬼によってフックに吊るされてしまった場合できることは限られています自力でフックから脱出することを試みることもできますが脱出に失敗するごとに体力が低下し生贄になるまでの段階を早めてしまいますははい、はいで、R1 で脱出のチャンスをかけろ えー、愚かなことに私はこの脱出を何回も試みてきた。受ける苦痛を考えれば挑戦する。あなんだよ。はい。お助けて助けて助けておおじゃあ、オッケー。おう、負傷状態。 負傷状態の生存者は通常よりも音を立て、さらに殺人鬼が生存者の居場所を追跡できる結婚を残します。また負傷状態では、えー、通常よりも殺人鬼の攻撃に対して脆くなり、一撃で瀕死状態に追い込まれます。なるほど。ん,んで隠密はどうなったんだよ隠密の練習してたんじゃねえのかよ。さっき。回復。調べる。<わ>なんかある 空箱えおっせ見つけんのあったのかいああ,あったんだ。謎のノート。安っぽい模造品だけど、この道具で大丈夫。この、なんて読むんだこれ、読めないな。なんとかの悪夢から生き延びるためならどんなものだって利用する。はい。んどうですか自己回復。医療キット。<laughs> どこ どこに包帯巻いてんの肩に穴開いたぞさっき。あああああい。あ治ったの？すごいあ、ね、えー？ああ<ん>何何,何？どうすあのどうすあんだ。えどうすあの？指令なし。 大胆プラスシャガシャガミコーカー。え生存者の救出、えー。他の生存者が捕まりフックに吊るされました。殺人鬼がいない間に救出しましょう。えいないとは限らないけどまあ。こう、さっき助けてもらったしな。よし助けに来たぞほらよいしょ 仲間の回復生存者は、えー、差し迫った危険から解放されましたがまだ不傷状態にあり注意を払う必要があります生存者は特別なアイテムを使うことなくお互いを治療することができますが救急箱の使用によって治療の進行を早めることができますなるほど使ってくれ大丈夫かよし言わ直してやるこういう時に来たりするんだろうまたこうやつがおい <laughs> 嘘ソ <laughs> こんときもあんのかよエンジン直してるときああ <laughs> エンジン直してるときだけじゃねえんだなはいよし超むずいチームワーク生存者にとってチームワークは試練の成功において命運を左右します他の人と協力する作業によりより早く発電機を修理したり負傷した仲間を治療したりすることができますあ あ,みあ、なるほど。一緒にね。手伝おう。よしよし。よし、スキルチェック来い。今ならいける。来ねえのかよなんだよ <laughs>。来てほしいときは来ねえんだ。えー、なんだ本当に来ないじゃん。二人だと来ないってことマジっすか。今。 心臓の音とか聞こえないから鬼は気にしなくていいんだよな見つけろ出口試練から脱出、えー、画面左下のじゅ、えー、情報に注目しましょう最後の発電機が修理されるとスイッチが起動しああこれさっき読んだな、はい、ハッチさらにマップ上のどこかにハッチが出現していますハッチは儀式で生存者の残りが1人だけになった時のみ自動的に開きますどういうこと 説明が足らねえな。お、顔が見えるか。<laughs> なんでだよ <laughs>。いい音してん、ね、だ、このエンジン。んで、試練から脱出しよう。これ、これ開ければいいんだよな。うん、この時に、あれは、スキルチェックあんのかな、また。お、見える。<laughs> 見える おーしよしよしよし <laughs>。だからなんだっていう話ですけど。このビーって音でバレるだろうよ、うにいけ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 よし、生存者のチュートリアル完了。